せたものです。当時は梅雨払いの天狗、猿ヶ彦の御事を先頭にした古式豊かな行列が思い出されます。昭和28年頃までは夏祭りと11月23日の八幡神社の祭礼に担がれていましたが、あまりにも重いということで、その後担がれることはありませんでした。昭和62年秋、青年会の手により修復がなされ、平成1年に本格的な修復が行われ、さらには平成23年に修復し、大変立派な神輿となりました。その神輿は一面金輿とも言われております。寺に湧く八幡神社の祭神は本沢家の御事、区民を率いるは西修二区長、祭りを取り仕切るは鈴木義弘青年生園、よろしくお願いします。ただいまからお祝いのご挨拶をいただきたいと思います。それでは石井市長、よろしくお願いいたします。こんにちは、一言ご挨拶させていただきます。まずは、年番区の隔て区の方々をはじめ、この祭礼にあたりまして色々とお祈りをいただいております関係者の皆様方、この場をお借りして御礼申し上げます。まあ毎年同じようなことを申し上げるかもしれませんけども、ご承知のように今北九州大きな雨災害で大変
な状況にございます。まあ、一日でも早く日常が取り戻せるように願うばかりでございますけれども、今日のこのお祭りにも多くの神社に本日でこうしてご出産をしていただいております。こうした神々のご加護によりまして、まあ、この網走駅、本当に平穏な日々が続いています。皆様、盛大な拍手でお送りください。